都電八島駅、うん、昔の銃まっすぐか、ケーブルカーの乗り場今日今日はね、香川県の屋島に来ました。でこの目の前に見えるのが屋島ですね。でこの先にね、ケーブルカーの駅があるということでちょっと行ってみようかなと思います。だからさっきのとこは琴電のね駅なんですけど、そこから歩いて、この屋島の上までケーブルカーで行くみたいな感じです。ちょっとこの辺結構旅館が多いですね。やはりその昔ここで駅降りてケーブルカー乗る、そして上がって楽しんで降りてくる、で今旅館に泊まるという感じだったのかな。四国民科学物館、四国村、すごい気になるところなんですけど、今日はちょっと省略します。また今度行ってみようかなと。ようこそ屋島へ。現在地がここです。ケーブルカー休止中。立ち入り禁止みたいな感じでもなく、その当時のまま残ってます。普通は立ち入り禁止でもおかしくないんですけども、記念の1ページ、思い出の1ページとして残ってます。八島ケーブル、相当古い感じです。
中入れるんですね。まあ、この感じだと普通に入れるようにまあ残してるような感じなのかな。変電設備パンタグラフ。まあ、今でもこうやって上に実際歩いて登る人もいるみたいです。
でもかなりの距離らしいです。まだその当時のレールも残っています。まあ、非常にあの興味深い、まあ、鉄道マニア、そして、まあ、廃墟マニア、いや、まあ、とてつもなくあの見応えのあるものかなと思います。はい、というわけで今日はこんな感じでお届けしました。この登山口駅のご紹介でしたけど、またこの上の方にもね駅があるということで、また改めてね行こうかなと思います。またちょっと八島はいろいろと気になる場所いっぱいあるので、またご紹介できたらなと思います。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。